はい、皆さんどうもこんにちは。アンティークコインマニアの渡辺です。本日はですね、7月のオークションワールド第37回ですね、こちらのレビュー動画をお伝えしていこうかなと思います。日本での開催のオークションですので、参加された方多かったかなと思います。安く買えた人、高くなったけど頑張って気合入れて買った人、高く売れた人、思ったより高く売れなかった人、まあオークションですのでね、引きこもごもだと思います。皆さん楽しんでいただけたでしょうかというところで、これからですね、オークションのレビューの動画をお届けしようかなと思います。では早速いきましょう。どうぞ。はい、では早速いきましょう。まずですね、ロット1035番ですね。こちらはセイロンのですね、仏教2500周年のコインですね。3万円スタートだったものが30万円で落札となっております。入札33件も集まったということで、非常に最近人気になってきているんではないかなという気がします。落札された方おめでとうございます。続いてはですね、ロット1200番、香港の貿易銀ですね。香港ダラーのプルーフ64プラスというですね、素晴らしい状態だったんですが、500万円スタートでなんと1550万円、入札件数60件ということで、非常に競りましたね。1550万円伸びました。やっぱね、こういうですね、まあ歴史もあり、デザインもよくですね、トーンも美しい、状態もいいし、こうなんかマニアな感じのコインが高いっていうのはですね、僕まあ非常に嬉しいなと思います。レオナルド・チャールズ・ワイオンさんのデザインです。落札された方おめでとうございます。次はですね、こちらモハールがいっぱい出てたよという話でしたので、ざらっと見ていきましょうかね。 AU55 が72万5000円、同じく AU55 84万円、 MS62 280万、 AU58 130万、 MS60 175万、 62が280万、プルーフの63が520万、プルーフ61が680万円ということで、まあおおむねですね、グレードの通りに高値になっているかなというような印象でしょうかね。買えた方おめでとうございます。そしてですね、今回はですね、ゴシクラもたくさん出ていましたということで、軽くおさらいしていきましょう。プルーフ58が110万、こちらも115万円、60が125万円、60が130万円、62プラスカメオが390万円、65カメオが800万円、プルーフ55が170万円、プルーフ62が380万円、プルーフ62、280万、プルーフ63、620万円というふうになっております。アンデシモタイプだったり、プレーンエッジだったり、セプティモ1853年のものも混じってたりしますので、ここでは詳しく紹介しないですけれども、グレード通りというわけではなく、いろいろね、細分類があるので、皆さんぜひチェックしてみていただけたらなと思います。落札できた方おめでとうございます。はい、続いてはですね、ロット2158ですね。アメリカのアンティークコインといえばこちらですね、パナマパシフィック博覧会ミネルバのフクロウ金貨です。こちらはですね、まず丸型のタイプですね。こちらディテールだったんですが、300万スタートで640万円、入札件数14件となっております。こちらですね、ディテールだからこんなもんかなというような感じなのでしょうか。落札された方おめでとうございます。続いてですね、こちらセットになっているですね、まあ2159、こちらも同じタイプのオクタゴナル八角形のものですね。こちらは600万円スタートで1250万円で落札となっております。まあ MS63 プラスというですね、非常にハイグレードなコインですので、まあそりゃこうなるよねという感じでしょうか。落札された方おめでとうございます。続いてはですね、ロット2525、こちら古代ですね、エルヘクテでございますね。こちら状態があまり良くなかったというところも含めて112,000円で落札となっております。僕がね、非常に好きなコインでございます。落札された方おめでとうございます。ぜひ一回見せてほしいな。続いてロット2551、こちら古代エジプトのプトレマイオス2世とアルシノエ2世が刻まれているオクタドラクマ金貨でございます。こちら150万円スタートで200万円ということで、感覚としては思ったより伸びなかったかなという感じですかね。チョイス VF というグレードが響いたのかなと。 XF だったり AUMS だったらもうちょっと高くなったのかなという気がしますが、いかがでしょうか。入札件数も8件というところです。落札された方おめでとうございます。続いてはですね、ロット3084、ベルギーのですね、ブラバント公爵結婚記念100フラン金貨でございます。こちらはですね、まあベルギーのコインといえばこれですね。200万円スタートですが、なんとなんと1710万円まで上がりましたよ。入札件数56件ということでですね、伸びたな、思ったよりというような印象でしょうかね。さすがパラマウントコレクション、強いなというところですね。まあもちろんですね、グレードが素晴らしい SP65 カメオというのもあってだと思いますが、思ったより伸びたなという印象です。気合い入れて買った方おめでとうございます。続いてはですね、ロット3184です。こちらフランスの1974年の50フラン、ピ
CFO ですね、倍圧分厚い金貨でございます。フランスの得意技でございますね。こちら100万円スタートで220万円で落札となっております。落札された方おめでとうございます。続いてはですね、ロット3112ジャン2世フランスのムートンドール金貨でございます。1350年から1364年、非常に古いコインですね。こちら50万円スタートですが233万円ということで、入札件数も63件集まってかなり伸びたなという印象でしょうか。 MS64 というですね、やっぱり非常にハイグレードですね。この写真見ても分かる通りですね、羊ちゃんがですね非常にくっきり残っております。ここがやっぱり高評価のポイントであり、値段が高くなったところかなと思います。落札された方おめでとうございます。続いてはですね、ロット3424です。こちらイギリス、ウィリアム&メアリーの5ギニー、1693年の MS61 ですね。 MS グレードとつくとやっぱり高いよねということで、500万円スタートでしたが1300万円で落札となっております。入札件数17件、落札された方おめでとうございます。続いてはですね、ロット3438ですね。こちらもイギリスの5ギニージョージ1世のコインでございます。600万円スタートで1075万円となりました。落札された方おめでとうございます。 AU58 ということで、状態も良いコインでした。続いてロット3456ですね。ジョージ3世のパターンギニーです。1782年、プルーフ64カメオということで、200万円スタートですが、やはり珍しいパターン、みんな好きですね。入札件数20件も集まって700万円となっております。まあ写真現品ということで、新このブリティッシュコレクション、こちらね素晴らしいコインですね。プルーフ64カメオ、このカメオ具合が非常に美しい。700万円落札された方おめでとうございます。続いてはですね、ロット3822です。こちらオランダですね。オランダのウィルヘミナ女王の少女の時の肖像ですね。こちら500万円スタートで625万円で落札となっております。10グルデン金貨ですね。落札された方おめでとうございます。続いてはですね、ロット3877、こちらスペインのアルフォンソ13世の幼年期の肖像コイン、見本打ちでございます。おそらくこの現品のみではないかというですね、非常にレアなコインですね。1500万円スタートだったんですが、軽々超えてきました。1610万円で落札となっております。入札件数5件ということで、落札された方おめでとうございます。というわけで、いかがでしたでしょうか。 AW のレビュー動画、店主渡辺編以上となります。続いてはお待たせしました、レイコファンの皆さん、レイコパートです。どうぞ。恒例のレイコセレクション、イエーイ。ということでね、夏真っ只中ですね。まだちょっとね、今日時点で関東地方は梅雨明けてないんですけどね、早くこのジメジメした季節からね抜け出したいですね。ということで行ってみましょう。ロットナンバー235、日本試作鳳凰20銭銀貨、大正11年、1922年、 NGCPF63 ということで、こちらね下見してきたんですけど、なんかね、こう他のスタッフのことを下見しながら、あ、もうこのコインは二度と自分の手には戻ってこないだろうなんて思いながらね、ちょっと見届けてたんですけど、入札件数12点、落札価格は440万円でございました。いやね、新しいスタッフの子はですね、レイコさん、僕500万ぐらい使えるお金あったらね、マジでこれ買ってたかもしれないですっていうぐらいね、惚れたコインだったみたいでね、もしね持ってる方はね、一度ちょっと店に来ていただきたいなと思います。落札された方本当におめでとうございます。ロットナンバー249、日本50円博多価、昭和50年、 MS65 ということで、これですね、穴なしの50円でございました。入札件数は25件、落札価格が50万円。だいたいね、こんなもんですよね。あの100万200万いくのかなと思ってたそこのあなた、実はですね、この年代って結構エラーが出てるんですね。ということで、落札された方おめでとうございます。ロットナンバー415、日本2000円札、平成12年2000年未使用ということで、こちらね、大人気の2のゾロ目でございました。落札価格はこちら、入札件数17件、121,000円、素晴らしい2000円ですよ。なんかね、こうね、ちょっとうちにある2000円もね見てみたんですけどね、全然いい番号じゃなかったですね。落札された方おめでとうございます。ロットナンバー1118、満州国丸福金貨、真贋不明品ということで、こちらですね、オークションプレビューの方ではご紹介してなかったんですが、ちょっとびっくりしたのでご紹介です。これね、 NGC のラベルなんですけどね、ノットエンカプセルド、偽物ということではないんですけど、ちょっと専門外かなみたいな、こういう時ね、たまにあるんですよね。大体ね、スラブ入るんですけどね、何なんでしょうね。ちなみにこちらのタイプ、まあよくあるタイプ、実はね、あの丸福金貨でもいろいろ細分類があるんですけど、これもね、よく見るタイプだったんですが、なんと入札件数37件、落札価格は300万円ということでですね、いや、ちょっとこれ、びっくり
くりしましたね。だいたいスラブ入ってると、まあでもここまでの金額になったの見たことないんですけど、何かしらのすごく貴重なものだったのかというのもだいたい30万円ぐらいスタートで、あ、30万円だなと思いながら見てたんですけど、何があったんでしょうか。詳しい方ぜひコメント欄で教えてください。ロットナンバー1202、あるある本五両1ルピー銀貨1891年明治62ということで、こちらですね、裏側のアラビア語が美しいあるある保護領のコインです。現在のインドのラジャスタン州にあたります。2022年8月に未鑑定が6500円でしたということで、落札価格はこちら、入札ケース21件7万2000円での落札です。すごいですね、やっぱりスラブに入るとね、金額がポンと上がるんですね。落札された方おめでとうございます。見つけたらね、やっぱり鑑定入れた方がいいんですかね。ロットナンバー2160、アメリカパナマパシフィックセットの箱ということで、これねバッチリ下見してきましたよ。ちょっと、ね、匂い嗅いだんですけどね、カビ臭いこともなくてかなり状態のいいコインでした。最後に出ているねロットの持ち主の方が箱付きで持ってたということだそうですが、入札ケース21件、落札価格は18万2000円。18万、これぐらいの箱ですよ、100年ぐらい前のこれぐらいの箱が18万2000円ということでね、集められた方はね箱のコレクターなんですかね。もしくはね、そこにこうね、ワンピースずつね、なんか入れたりなんかする粋なね、集め方もしたりなんかして、落札された方、おめでとうございます。そして、第37回オークションワールドさん、最後のご紹介です。ロットナンバー3093、クロアチアザラ銀貨、18フラン40センチムということで、こちら、ナポレオン戦争時の緊急発行貨ノートゲルトということで、私、注目のコインでございました。わしがね、大きい希少タイプでございました。入札件数は10件、落札価格120前でございました。皆さんいかがでしたか。オークションワールドさん、夏のオークションでございました。ようやくね1年もね半分は過ぎてね、なんか夏至なんかも過ぎてね、こう私が大好きな夏が始まったんですけどね、暑すぎやしませんかということでね、下見行ったんですけどもね、常にこういろんな方がね出入りされていて、あ、日本にもねやっぱり熱心なコレクターの方まだまだいっぱいいるんだなと思って安心しました。ということで皆さんね、落札どうでしたか。結構ね SNS 界隈ではいけたっていう人と、全然ダメだったっていう人といたんですけど、もしねなんか手に入れたものあったら、こちらのコメント欄でご報告お待ちしております。レイコセレクションでした。バイバイ。レビュー動画いかがでしたでしょうか。第37回2024年の7月に実施された分のレビュー動画でございました。このチャンネルではですね、このようにコインのオークションの情報だったりっていうものを出しております。面白いと思った方はチャンネル登録といいねをしてもらえるとですね、非常に励みになりますので、何卒よろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございます。このコインが欲しい、このコインについてもっと知りたいという方はギャラリアの公式 LINE に登録いただけたらなと思います。コイン投資大全とか人気コイン30銭なんていうのを読んでいただけます、はい、もちろん無料です。概要欄の URL をタップしていただければすぐお友達登録ができますので、皆様からのお問い合わせお待ちしております。お待ちしております。